はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の関数シリーズの第29弾をお送りします。で、今回はね、この4問をやっていきますので、まずここで1回ね、動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に、ね、不安なのとか分かんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ画面を下げますのでお待ちください。ちょっと画面動きます。よいしょ。ほっ、ちょっと言い過ぎたな。これはいいか。よし、じゃあ行きますか。で、いつも通りね、問題文というか、この問題はね、ツイッターにも貼っておりますので、ひらがなの配置、ひらがなでね、検索してください。配置3文字、検索してもらえば出てきますので、よかったらチェックお願いします。では、まず1番から行きましょう。あ、じゃあその前にあれだね、関数の問題なんで、情報を書き込んでいきます。で、こいつ、4番の解説用です。で、こいつが、1、2、3、これ使っていくんですが、まず、y イコール ax2 乗。これあれだね、俺が書き忘れたね。もともと書いてあったもんね。ax2 乗の、ax2 乗は入ってるね。で、a の座標がマイナス4のマイナス8と、こいつが、マイナス4のマイナス8。こっちも行きますか。で、AB が X 軸に平行なんですよね。つまり、まあ、これとこれ平行になってるってことは、二次関数って左右対称なんですよ。なんで、この時点で、B は、まず Y 座標、高さ同じなので、マイナス8ですよね。両方とも。で、X 座標は、こっちがマイナス4なんだから、こっちは4なんです。左右対称だからね、綺麗にね。だから、こっちも、ちょっと被りますけどね。4のマイナス8と。わかります。で、C も当然これ同じ高さにあるので、まあ、ちゃんと書くんだったら、0のマイナス8と C はね。まあ、これしか情報書いてなかったですけど、B も C も座標がわかると。で、あとは大丈夫かな。P は、線分 OC 乗。まあ、この中ね、ここだね。に P がいるという形です。で、1番は、ま、A の値求めなさいなので、まあ、普通に、もともとね、A が与えられてたから、まあ、これを入れましょう。もちろん B を入れても両方解けるんですけど、y イコール ax2 乗。この上に A はいるので代入して OK。つまり、マイナス8イコール x、マイナス4、2乗すると16です。だから、16a。まあ、一応ひっくり返しますか。こうなって、で、これをね、暗算でやって、マイナス2って間違わないようにね、これ A 間違ったらもうその後悲惨なことになるので、で、文字にくっついてる方が下に来るから、マイナス16分の8、つまり、マイナス2分の1と、こうなります。で、これを出せたので、一応両方ね、書き換えておきましょう。こっちもね、マイナス、よいしょ。ちょっと幅あったもんね、言うね。これ多分入るっしょ。いけるね。はい、じゃあ1番終了と。で、2番が APB が60度になっているとき、BP の長さ求めなさい。まあ、P がこの辺にね、書いてありましたけど、まあ、こうなってて、こうなってるんですよ。で、ここが60度のときに、この BP、この長さ出したいんですけど、これ60度ってなることによって何がわかるか。これは、この三角形が正三角形だよってことがわかります。なぜかっていうと、最初にも話しましたが、これ左右対称なんですよ。綺麗な。ってことは、ここ二等辺三角形になります。ここ。長さ同じですね。絶対に。ここが二等辺って、で、こう60度でしょ?ってことは、こことここの角度同じですよね。二等辺三角形は、ここ角度同じになるから。60度使ってます。残り120度三角形残ってて、それを2つに分けるんだから、ここも60、60なんですよ。つまり正三角形。つまり、全部長さ同じなんです。ここもここもここもね。だから BP いきなり出せっていうのに出しに行くよりも、じゃあ AB の長さ同じだから、じゃあ AB の長さいくつって考えます。のが楽だね、絶対に。で、ちょっと待ってね、消すやつを用意しなかった。で、AB を出しに、よいしょ、よいしょ、行くと、まあ、BP イコール AB
なので、真横の線ですよね。真横の線っていうのは、右の X 座標から左の X 座標を引いてください。つまり今は、こいつからこいつを引けばいい。つまり、4-4。なので、長さ8。これで終了です。で、なんで、右の X 座標から左の X 座標を引けばいいかっていうと、結局ね、この長さっていうのは、分けると、この長さって単なった。こいつの長さと、こいつの長さを足すって考えるとやりやすくって、ここの長さっていうのは、もちろんこの座標なんで4なんですよ。で、こっちの長さっていうのは、ここ、-4ってなってますけど、長さは4なんですよ。-4ですけど、4つ離れてるからね。こっから。だから足して8みたいな感じで、そっちで考えても構わないんですが、右から左を引くって覚えた方が楽かなと思います。個人的にはね。で、そのまま行きましょう。P の Y 座標が-4の時。ちょっと消しますかね。そっか、これもう一個、グラフ先に書いておけばよかったね。-4なんでちょっと半分か。ここに P がいます。0の -4。ごちゃごちゃしてごめんね。この時に AP と X 軸との交点。P って伸ばしたここ。これが Q ですね。で、その時に三角形 ABQ の面積を二等分する。ABQ なんで、こいつか。こうかな。を二等分する、直線の式を求めなさいと。で、これ Q の座標を出した方がいいよね。じゃあまずこいつの座標を出しましょうか。今、直線 AP は A、こいつと P のこいつを通ります。でね。直線の式求めるときって、y イコール ax プラす b に2つの座標ね、こいつとこいつをそれぞれ代入して連立でいいんですけど、今、p ここ、切片ですよね。y 軸と交わってる部分。だからマイナス4って分かってるから、もう b-4 って分かるんですよ。計算しなくても。こうなる。で、あとは a の。これをね、代入してあげれば、-8 イコール -4a-4。これ解くと、a イコール1か。とわかるので、この aq は y イコール x-4 ってことがわかります。で、q の座標出したいんですけど、q は x 軸の上に乗ってるので、y 座標は0なんです、絶対に。x 軸の上だからね。ってことは、y に0を代入します。そうすると、こうなって、x イコール4となる。つまりここ。4って9の座標分かります。ちょっと俺の図が変になっちゃったんですけど、これ、まっすぐなんだよね、ここ。本当は。こうだね。よいしょ。ここのさ、b の y と x 座標とこれ同じだからさ。で、こうなってる。で、今、つまり直角三角形にこうなってるんですけど、Q を通って、こいつの面積を半分にしたいんです。二等分に。じゃあ、どこ通ればいいかっていうと、面積半分にするときは、ここを通るって指定されるんだったら、こいつのど真ん中を通ればいいんです。こうやって。そうすれば、底辺、半分にしてくれるので、それで面積絶対半分になるからね。で、今その図に戻ると、こいつのど真ん中どこって、ここだよね。だから、Q、ここと、ここを通る直線の式を求めればいいじゃんって。つまり0の -8、C だからね。と、4の0を通る直線の式求めましょうと。よいしょ、よいしょ。で、これも y イコール ax プラす b でやってもいいんですけど、切片が -8 って分かってるので、y イコール ax-8 と切片先に置いてしまいます。で、あと、4の0を通るから、それを代入して、4a-8 解くと、a イコール2ってわかる。だから、求めたかった式は、a が2なんで、2x、切片-8ってわかってたから、-8 で、これで終了となります。こんな感じで、やってみてください。面積半分のはよく出てくるからね、2等分はね。で、最後です。で、最後は P の Y 座標が -6 です、今度。どんどん下がっていくんだね。だからこいつが0の -6 なんです、P。
で、その時 X 軸上に R が6の0ね、こいつがいて三角形 BRP がまあできてますね。で、B から辺 PR に垂線を引いたら H、 つまりここ垂線なんでちょっとずつおかしいんですけど垂直になってます時に BH の長さ、求めなさいという感じで、これはですね、まあ、いつも通りね、俺途中式がわからない状態で解いちゃってるのでちゃんとした解き方じゃないかもしれないんですが、まあ、BH これってこの三角形の高さになってますよね。だから何で勝負したかっていうと、結局BH、 底辺が書いた方がわかりやすいか、この BH を高さって考えるなら底辺はここ RP が PR だよね。底辺かける高さ、まあ割る2ですよね。だから底辺 PR かける高さ BH かける三角形なので2分の1イコール、それが三角形、PBR だっけ問題、 BRP が全然違ったよ、 BRP とこうなるわけなんだよ。で、これが成り立ってるから、じゃあ BH 求めたいからさ、 PR と三角形 BRP をそれぞれ求められればここに数字が当てはまるからさ、じゃあ BH 出せるんじゃないかなと、それで勝負いきました。で、まず PR からいきます、ここね。で、この長さどう出すのかなって考えたときに、これはここの三角形で考えます。ここよく見るとこれ直角三角形ですよね。で、ここ0のマイナス6なんで長さは6です。ここ6の0です、当然長さは6です。ってことは三平方の定理使えますよね。で、これ斜辺の2乗っていういつも使ってる三平方でも構わないんですが、90度で66って分かってるから三角定規と同じなんですよ。つまり1対1対ルート2が成り立ってるので、こっちがやっていいですか、まあ、こことここで比べたときに1対ルート2なの、1対ルート2イコール6対求めたかった PR、 1対ルート2イコール6対 PR ね。で、なかなか外外掛け算すればPR イコール6ルート2って分かるんで、もう速攻これは終わると。じゃああとは三角形の S に求めたいんです、 BRP をね。で、まあ、中学校の知識でこうね、まあ、よくこれ宙に浮いてる三角形って言い方をするんですけど、まあ、宙に浮いてるって伝わるかな、 X 軸とか Y 軸を一辺で使ってれば面積は出せます。そこを底辺にすればいいから。でも両方使ってなくて、まあ、こうあんでどっかに浮いちゃってる状態、この面積って出しにくい、まあ、出せないんですよ、結構厳しい中学の知識だと。だから工夫をします。で、今回自分がやった工夫は、高さを平行移動する技を使いました。で、どうやるかっていうと、ちょっと伸ばしました。今ね、ここ PR、 この直線ありますよね。で、この直線の式を求めると、まあ、切片マイナス6だから、さっきと同じね、 Y イコール AX マイナス6って分かってて、切片がで、6の0を通るから、6と0を代入すると、6a マイナス6で、a イコール1、つまり、y イコール x マイナス6っていう、傾き1の直線ってのが分かります。なので、b を通って、こいつに平行な線を引くの、自分で。これ、ね、ちょっとまぁ、ちょっと曲がるけど、許して。こんな感じで、平行な線を引きます。で、b をこっちに移しちゃうんです。今、俺がね、欲しい情報は BRP、ここの面積が欲しいんです。こいつを、B をこっちに持ってきて、三角形、ちょっと B' とかに書こうか。B'RP にするの。この二つの面積同じです。これはよく使う平行移動の、面積の平行移動の問題なんですけど、中学の時に2年生かな？で、習う時は、底辺をこう固定します。その時、ここの三角形も、この三角形も、この三角形も、こっちの方に来た三角形も全部面積同じなんです。なぜなら、底辺固定した状態で平行なとこだったら高さ全部同じだからね。変わらないと。で、今回も PR っていうのを底辺で固定してるから、高さの B の部分、ここね、をこっちに移動しても全部変わらないんです、面積。で、B' を
こっちに持ってくる、あの B をね、B ダッシュまで持ってくると、三角形の一辺がここ。Y 軸に乗ってくれるので、これ面積出せるんですよ、こうすれば。じゃあ、ここの座標が欲しいんだよね、B ダッシュが。欲しくなる。でも、これも出せて、なぜなら、こいつとこいつ、平行に引いてるから傾き同じなんだよね。つまり、こいつの傾きは Y イコール X なの。ただし、切片まだわからないんです、プラス B。でも、この直線 B、こいつ通るってわかってるから、マイナス8の4って代入して OK なんです。通ってるからね、B を。で、解けば、ちょっと下入んなかったね。これ B イコール、マイナス12ってわかるから、ここ、0のマイナス12ってわかります。B ダッシュ。いいかな?で、底辺、ここにします。まっすぐ縦の長さを出したいときは、上の Y 座標から下の Y 座標を引いてください。上から下を引くんです。つまり、マイナス6引くマイナス12すれば、マイナス6たす12に変わるんで、ここ6です、長さ。で、この三角形、高さどこって考えたら、高さここですよね。この三角形の高さはここになります。だから6なんですよ。つまり 6×6。で、三角形なんで ×2 分の1をするから、6636で18って分かります、面積。で、さっきやったように PR は6ルート2って分かってるから、これ材料揃ったんだよね。で、あとは計算していくと、2とまあ6ルート2を約分すると、3ルート 2BH イコール18になります。で、3ルート2で両辺割ると、こうなる。まずここ約分しちゃいましょう。6になる。で、ルート2分の6なんですが、有理化しなきゃいけないので、上と下にルート2をかけてあげる。ルート2かけるルート2、同じものかけるとルートなくなります。つまり2になるので、2と6を約分して3になる。だから、下が入る。入った。BH イコール3ルート2で終了と。これで終わりとなります。答え単位のとこ大丈夫だったかな、確か。大丈夫だね。あ、途中でも話しましたが、もっと簡単なのあるかもしれないですよ。あるかもしれないんですけど、一応自分はこのやり方で解きましたので、まあ、参考になればだと思います。では、今回は高校受験対策の関数シリーズの第29弾をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。では、引き続きね、まあ、関数シリーズとか他の単元もね、取っておりますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。